ます。クソ野郎雑魚か。プレイヤープロはいっす。俺ね、来年ね、はい、日本選手権出たいんですよ。全体的にね、でかくしないと無理だと思うんだよ。で、ハガちゃんに関してはやっぱりアウトラインをもうちょっと外に伸ばしてあげる。あとね、ここら辺弱いって言われた。そう、フロントのね、そう、中側。そうそうそう、腕もやっていいよ。喋んないで口臭いから。いただきます。クソ野郎雑魚か。終わりました。終わりました。ジャイアントセット超久々。まあでもこれをストレートセットで種目一種目やってもいいし、うん、なんか試してほしい種目。新しい種目あった ね。あとこのなんかバイバーみたいな。そうこれ僕も韓国で教えてもらったんです。俺はやっててすげえいいと思う。あれは別にメインのトレーニングでいるんじゃなくて、有酸素終わった後とかにこう軽くやるじゃん、懸垂とか、うん、そういうのでいいんですよ。うん、あ、有酸素終わった後とかそういう入れ方もあるんだね。そうやってるし。シュラックね、ケーブルシュラックめっちゃいいね。あ、いいね。俺ね、僧帽があんま強くないからね、うん、まあ、こうやって貼った時にのっぺりしちゃったり、僧帽筋のチューブっていうか後ろから見た時のね、そう、この後ろからね、ここが薄いからそこを改善していきたいなって思ったから、シュラックは今回力入れたいんだけど、あれやり方いいね。いい。まあ、ハガちゃんはあとはやっぱ厚みのトレーニングで、ね、高重量すげえやってるとは思うんだけど、どうしても乗せきれてないんだよ多分。フォームはすげえ綺麗。ただ収縮した時、ストレッチした時のその筋肉に対して重りが乗っかりが悪い、はい、本当に上げる人だよね。そう、上げるのはまあ好きなんだよ。だけどね、それで気持ちよくなってるんだよね、まあ、だから今後活躍していくためには、日本大会で活躍していくためには、うん、そこを分けて、まあ、上げてもいいんだけど、またちゃんとそういう部分もやっていかないといけないなっていう感じかな。じゃあね、絶対カットしないからさ、12月に行われるね、その台湾プロに向けての一言ちょっとバシッと決めてよ。絶対カットしない。いくよ。一言。うん、絶対一言。いくよ。でっかい声で3、2、1。